また急にしちゃってヤ <laughs> っホーそうイーブイかわいい寂しそうな顔してるほんまですか 全然そんなことないですよ <laughs> 多分今日メイク薄いビえマスカラというものをしていないので寂しそうに見えるのかもしれません <laughs> カチュウサそうカチュウサついてますキュルキュル <laughs> 待機してたぞありがとう久しぶり通りで揺れてるわけそう書いとこっかな手持ちですってどうやって書くんやったっけ待ってねちょっと待ってテロップか書きますテロップってどうやって書くんやったっけ ああこれかちょっと待ってくださいグループ A ネーム b ちょっと待ってねみんな今テロップ書いてます <laughs> はい コメント長すぎますって言われた <laughs> 悲しい待ってひどいよ書きすぎたよしできたあ今日そっか成人式か成人式の人おめでとうございますあミラーモールだありがとう そうグループ A の名前はレオパージュになりました覚えて <laughs> 覚えにくいんかなあ初はじめに言っときます1時間だけします <laughs> いつも急に終わるって言われるんでちょっと待ってねコメント読みますみゆちゃん成人式行った行ったよ え <laughs> ちょっと待ってー、待、ま、ってー、<laughs> 手邪魔よ。やっぱ手持ちでダメですね。生配信見た？見たー。みんなみんなも見た？イーブイにめっちゃ見られてるよ。もう見ないでー。<laughs> イーブリーがかまってほしそうな顔だってじゃじゃそう手持ちなんですごめんなさい許して成人式なくなったけどちゃんと水色のふりそぜのカラーにしたええー。ーうそミュウが水色好きやから みちゃんちょっとカメラの位置間違えてる気がするけど嘘でしょ合ってます <laughs> ここ昨日みゆのお話会楽しすぎてモチベが上がってますえー、やったー楽,しか楽しませてるますか本当にカメラ反対え嘘でしょ合ってるもん <laughs> 視線合ってませんどこ見たらあほんまやうんごめんね <laughs> いつも右寄りそうなんですよカメラこっちにある間違ってんのかなまあ確かにどの角度もかわいい <laughs> カチューシャしてるあそうごめんなさいあんま見にくくて 水水色水色になりたいそう皆さん何バトルの生配信見てくださいましたでしょうかお洋服見して今日の今日の服めちゃくちゃダサいんで見せられないですラブ修行のパフォーマンス良くなってたえほんま嬉しいラブ修行あの 私はじめ3曲が本当に一番しんどくてめっちゃもう汗かくしあのすごい息上がっちゃういつもダサいからだいそんなダサいって言われないんですけどね普段んはやめてや かんセンスなんか考えることが変なだけでダサくはないんです <laughs> 自分で言うなって <laughs> <laughs> 嘘やろミエってそんなダサキャラもっとダサキャラいますよ <laughs> ほんまに七期の「 可愛い,い担当ですから私ダサい担当じゃないです <laughs> 明日のしゃべくりは楽しみにしてますありがとう楽しみにしててね昇格してすぐ金髪ツインにするええー、もう金髪なんかもしないもう金髪にはしないんですけど髪の毛は染めたいです 七のダサい担当は誰ですかそれはちょっと言えないですねう <laughs> そダサい子なんていないですよ <laughs> やだダサいキャラなんか <laughs> イーブイに角生えてかわいすぎだねそうこれは YNN さんの配信でもらってそう気に入ってかわいい <laughs> もっちゃんも出さそうって <laughs> おもろ今ほぼ茶髪じゃないえー、そんなことないんですよ真っ黒です明日ストの宿題終わらない頑張れみームダンス覚えないとやばいんですよ結局そのつのもらえるやつそうもらえた多分 結局黒染めあじゃ結局強制黒染めそうなそうそうやねん黒染めさせられた NMB 入って高校生みたいな <laughs> 高校の時も学校で学校で染めさせられて水道水のとこであら洗わされました <laughs> その時も多分泣いたん <laughs> <coughs> 頭髪検査そうねえほ今そんなことしたら多分問題になりませんよね密着で死守しますってコメントしてたのやけどして死守できてないやんって見てて笑っちゃったごめんお前 <laughs> ほんまやねまあでもねそんな時もある <laughs> 学校で染めたの そうなんか学校でなんか私もともと毛が薄いんですよでもともと多分色素が薄くて茶色かっただけなんですけどあのずっと茶色い茶色いと怒られてて <laughs> ついに真冬に <laughs> その先生がもう持ってて黒染めのやつを染めさせられてえー、ひどいよ。<laughs> かわいそう。タワーが来てますよ。え、嘘。え、ごめんなさい。見て、あ、ごめん。あの。あれや。んあの、あれ見えへんやつになってた。ごめんなさい。ちの。あー、え。久しぶり。<laughs> え、一緒の人かな。久しぶり。えー、嬉しい。ありがとう。タワーだ。タワー。 問題児でではないですよ私 <laughs> 高校時代に勝手に染めたのかと思って染めないです毛が薄いって薄毛違う <laughs> なんて言ったらやろな毛が生えてこない <laughs> <laughs> わかめとか食べないからかなわかめ食べれないんですよなんかわかめ食べたら毛濃くなるって言いません あミューナンさんハートありがとうごめんなさいあのさっきまであのアイテム見れない方のやつ押しててコメントだけ見れるやつになってたごめんなさい押しめはみかなさんのままはい変わらない変わらないですよ大好きです <laughs> あ、ぐまさんくま10匹ありがとうございます俺の知り合いにみゆご利用ししたら今度お話し会取るってさあーやったー嬉しい来てくださいって言っててくださいくまたワーあージノハートありがとう しかいつですかえほんまにほんまにそれ思いますいつできるんですかねえお話し会でも来てくださいでも今お話し会なので <laughs> 公園星まくってるんやけどどうやったら当たりますあーなんか外れてるってなんか当たらへんっていう人結構多いですよねなんでなんやろ やっぱミユを思う気持ちが足りないんじゃないんですか <laughs> 嘘です <laughs> ミユナなんちゃんありがとうあのうちでのこづ小こづちこの時間にショールも珍しいよね確かにいつも遅いもんねなんでこの時間にしたんやろう <laughs> <laughs> 鈴木さん可愛い,いありがとう イ,ーブイかわいいね可愛い,いよね昇格 <laughs> してその日に染めてそうえ絶対えみんないいですか染めて早く<笑><笑>なんか黒じゃないって怒る人っているじゃないですか <laughs> さん誰もありがとう <coughs> 自己紹介お願いしてもいいですかはいみんなは誰に決めたみゆは君に決めた君のハートをゲットだぜです <laughs> お話し会は遠慮しますえっなででなん,でなんでのいいやん 握手したら釣られる人続出の予感しかえー、釣っちゃうぞ竹ぽんだるまありがとうちのハートありがとう <coughs> あトマト大好きユーザーさんもくまちゃんありがとうくまー <coughs> 初見です。この前スーツ似合ってましたねアナウンサーとか何て言て言てえ初見なのにスーツ見たんどういうこと <laughs> ポニーテールみちゃんかわいいつられるねこれなんかね最近髪が伸びてなんか中途半端な髪の長さになってきたのであの。 くくるしかないんですよ。<laughs> <laughs> うん。どうしよう。着るべきなのかな。でも伸ばしたいんですよね。<laughs> 緊急事態宣言中握手無理やろな。<laughs> ええー。うーん。<laughs> やばい。手持ちいい。 今日はツインテーじゃない、確かに、最近ツインテールしてない。<laughs> 和田ちゃんの耳かきに三万円出します <laughs>。何やってるの?。耳かきしてくれるってことですか?。してー <laughs>。<coughs> イーブイのぬいぐるみ欲しい。ねえ、めっちゃ可愛いですよね。 早くもたくさん釣ったけお話会外れる人おるんじゃない？ええー、そうなのかな <laughs> 昇格前に染めて怒られそうさすがにそこまでそんなあのやんちゃじゃないんで私大丈夫です兼ね <laughs> ないのに課金して兼ねない安定 <laughs> 無理しないでもう <laughs> ありがとう。 ん。<laughs> マジで黒髪至上主義は無視でいいよ。好きなようにやったらいい。<laughs> 黒髪至上主義主義って言われてんね。<laughs> ありがとう。カツカレー食べてます。夕飯は何?。え、何食べようかな。何食べよう。<laughs> なんんちゃくまありがとうねくままみゆもともと茶髪っぽいそうなんですよ <laughs> オンラインなんかこっぱずかしくないえー、そんなことないよかもブリックポーズしてうん <laughs> できない てきてるパチパチ <laughs> <coughs> いつスマホスタンド買うのあのあるんですけどあるんです <laughs> あるんですけど今手持ちなんですあミラーボールやーやったー どう好きになるってうつなくつらいうん <laughs> 何してんねん <laughs> スーツ配信はまとめられとったえー、マジあなんか言ってたな誰かみゆちゃん耳なんとかで可愛いえー、どうえー、なんて書いたんやろうなんて書いた <laughs> 星になってる。 前髪も伸びたよねそうすぐ伸びるなんなん前髪だけはすぐ伸びる <laughs> <laughs> またちゃう前のイムビーの画面閉じ上げてる一人だよえ a、ー、<laughs> ほんまにハラヘッドしパンチを抱いてた出た出た逆にちょうだい もう関西も朝発令するわなえー、そうなんなんも知らんみえちゃん可愛くて好きになりそうですやった <laughs> みんなミュう勝つって言ってポケモンカフェ行ってるうらやましいえー、マジで嬉しいポケモンカフェって期間限定やと思ってたまだやってるんやあの心斎橋ですよねよこよこここんばんはにーこんばんはにー 7期密着見たけど和田さん体操座りの姿勢めっちゃいいね。<laughs> ほんま高校の時の高校の時厳しかったから体育が <laughs> 関係あるのかな今日轟くんの誕生日だよえっ轟くんおめでとう <laughs> トドあ漫画のキャラクターですごめんなさい。 レクネバの新シリーズ見たよ私も見ました「握手会外れたみんです」ええー、来ないと思った干されたんかと思ってた <laughs> そういうことねよかった外れただけ外れただけなんやったらって言い方もあれなんですけどそういうことか <laughs> グループ名公開されたのにグループ A って書く人あーごめんなさい <laughs> ほんまや <laughs> あありかちゃんハートありがとうみーちゃんあさっき読んだ。 みえちゃん茶髪は絶対かわいいもっと好きになるよ <laughs> <laughs> イーブイがブリックポーズに引いてるえっウやろ引いてんの、うん、ああちの花束ありがとう。 山ちゃんうちでの小づちありがとうブイとにらめっこして <laughs> 恥ずかしいチュッチュッみの福袋5個買っといてよかった結構早く売り切れたからえそんな買ったの ?5 個もみゆのグッズあるってこと 嬉しいありがとう <laughs> 耳小さくてかわいい私耳大きいよ <laughs> コンプレックスだもん耳 <laughs> <coughs> あレイナちゃんやあだ名はレイにゃん レイ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 レ一なんて書いてたっけ。レイレ。でなっちゃ。え。なっちゃうマイクがあるの。なんかあるみたいなんですけど。あ、あんま好きじゃないので。出さないようにしてます <laughs>。ちゃんと広ろま、赤み始めたよ、えらい、えー、嬉しい。ほんま、嬉しい。 面白い？今どこまで見ました？おしめんできましたか？少なくともレオパージュでは顔面閉塞一番じゃ、ええー、そんなそんなことないです。ポケモンカレー食べてそう、食べてない。<laughs> めっちゃ甘いですよね、ああいうカレーって。 あトマト大好きユーザーさんくもありがとう <laughs> 和田さん公演挨拶終わったらはけるのめっちゃ早いよねえっ <laughs> あーでも言われるかもあのでも一応もう全部にバイバイってしたしたからはけてる。<laughs> あちゃんハートありがとうグループ名なんやっけ、えっとレオパージューと申します <laughs> 応援してね焼肉師匠太一さん <laughs> グループ名決めたのはもしかしてみゆちゃんですかなわけないじゃないですか 私の案はもう却下でしたハハみゆちゃんイーブイもお目目キラキラ嘘 <coughs> 今日私目に覇きないんですよ <coughs> イーブイが逃げたそうにしてるやって <coughs> <coughs> れいなちゃんくまありがとう イーブイこっち向いて <coughs> ミュッティンミュッテン好きミエも好きだよ <laughs> <coughs> おしめんできたよとどろきくん一緒やん <coughs> <coughs> でもねあの私一つ <coughs> 声が一つ忘れてたことがあって 轟くんの次に好きな推しメンいたんですけどそれの人をいつも言うの忘れててあのハドをネジレちゃんっていうんですけどもうネジレちゃんめっちゃ可愛くてネジレちゃん大好きなことを伝えるの忘れてた <laughs> 覚えててみんなみんな。みんな <laughs> リーダーは誰。と六期生の佐田のはるか先輩です。<laughs> 絶対あ言いたくないんやけど <laughs>。ねじれちゃん可愛いわかる、ええ、やんだ、めっちゃ可愛いよな。しかも、みえの好きな水色って感じやし。もうん、可愛すぎ。無理。<laughs> EV 今あくびしましたうっそう見てなかった <coughs> クレイジービートさんこんばんはこんばんはあきまティさんアイスありがとうペロペロタケポンいいねありがとうみゆちゃんトレーナーレベルどこまでいったんポケモン GO ですね <coughs> まだ22とかです <coughs> 雑魚ですえっみゆの髪形一番ポニッて似合うかもえー、ほんまに嘘でしょ <laughs> 役年場で推しはいるえー、あのフィルフィルめっちゃ可愛くないあの赤ちゃん赤ちゃんではないけどフィル可愛すぎるんですけど <laughs> <laughs> プーって言ってほしい <laughs> ねえねじれちゃんかわいいんですよねいい V メンチ切ってるやんて <laughs> うっそメンチ切っとったもう怖いわ <laughs> つゆちゃんかわいいねかわいいかる <laughs> 育て屋さん考えたみえちゃんがどんな案出したんだろう <laughs> もう言うの怖い <laughs> あきさん初見ですこんばんはアヒルさんこんばんは <coughs> みえちゃん今日お目おめうるうる嘘去年、ね、あのマスカラとビューラーをしていないのだあの目力がないんです今日う <coughs> <coughs> きさんハートありがとう 次のシングルもし出たらみ羽ちゃんの話会撮ってみたいええー、撮ってください絶対後悔はしないですよスターマーカー聴くために広場か見ようかなえ見ておすすめする <laughs> なっちゃん誰もありがとうジェロさんこんばんは みーヤホーバイト終わったよっお疲れ様何のバイトしてるの懐かしいバイト <laughs> ねえねえ広かの一番口で30回しておしっこしか出なくてないと誰やったっけあの桐島君でしたっけおしめみゆちゃんって赤ちゃん目あるよねないよ <laughs> きついきつい <laughs> かわい,いやったーありがとう <coughs> ポケゴーよりもポケます派ポケますって何ですか美羽 <coughs> ちゃんにはまりそうよしビオランさんとミサッピーズさんですねあなたははまってくださいきゅるきゅる <laughs> プーの使い方教えてくださいえっとなんかちょっと拗ねた時とかいじられた時にプーって言ったら万能です <laughs> あとぽよも <laughs> 万能万能なんかなこうよ みちゃん仕事わずですあー仕事学生さんやと思ってたお疲れ様ー <laughs> プーって浅尾さんの真似違うよもっちゃんが <laughs> 本当に私の真似してるんです <laughs> 本人もそう言ってます <laughs> 廊下呼吸そう始まるんですよ楽しみすぎて無理 <coughs>。グループ名のこっそりもばめで教えてあそれなら大丈夫です <coughs> 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 みゆちゃんの直筆「みゆとみゆみゆしたいの」の体調だよって書いてましたあー書いたゆなに笑われたの覚えてる。<coughs> よってカービィやんそうなんカービィあざと <laughs> 私カービィだったらあのスカーフィーっていうあのめっちゃ可愛い,い顔なんですけどあの途中で顔めっちゃ怖くなるの人分かりますなんかちょっと近づいたら悪魔みたいな顔になる「あの子めっちゃ可愛い,い」<laughs>「知ってる? <laughs>」 みちゃん喉痛わってねありがとう <laughs> みゆちゃん以外にこの子応援したらいいよって7期生メンバーいるえー、誰やろうみみんなでも魅力的ですよそれぞれいろんないいところがあるので <coughs> はい <laughs> カービィあざとくはないよ カービィの目1個で牙ついてるやつそうそうそう, <laughs> そ,うそのそのう変する前がめっちゃかわいいの <coughs> あそうやコック川崎のこと忘れてた <laughs> ごめん違うんですよスカーフィー君のグッズ全然売ってないんですよ人気ないんかな <laughs> こんばんは今来ましたやッー 無駄さんあざといんですかええ、全然そんなあざとくないです、私。お餅 <laughs> あざとい表情をお願いします。<laughs> あやちゃん、タワーありがとう。えー、びっくり。タワー、えー、ありがとう。嬉しい。 <laughs> 和田さんはあざとい嘘でしょ全然そんなこと思わないです自分で美 <laughs> 羽ちゃんも表現変したりするいやいやずっとこんなんですよ <laughs> スカーフィー調べてきた <laughs> 表現変した顔えぐいそうあの顔はめっちゃ怖いんですけど <laughs> ちっちゃい時めっちゃ怖いかったんですけどその前の顔がめっちゃ可愛かわい可愛くない やばいなんか顔がオレンジ <coughs> あこぐまさんクマ10匹ありがとうえー、あざとかったコイキング美味しかったよ スカーフィーコピーする能力ないから詳しいよね結構なんかいろいろ結構詳しい <coughs> あスカーフィー思ってたやつと同じだったよかったよかったそうあの子隣の EV さんあざとい、ね、どこがあざといね座ってるだけや <laughs> なんんちゃうちでのくズちゃんありがとう <coughs> なんかあれですよねあっやっぱ何もない <laughs>「<laughs> 七木は」というレヌモみで一番好きなのは和田美優確定したえキュンやったー <coughs> <coughs> なんんてて書いてんのやろ何何か天然かと言われたら天然やと思う、うん、<coughs> ショールもム初めて来ましたかわいいうん <coughs> 明日しゃべくりそう見てねーレオパーズの何担当うんかわいいかな7期生みゆしか知らん <laughs> 勉強してな <coughs>。和田さんのキュンは倒れます。え、っ髪の毛なんかぐちゃってなってる。ありえへん <coughs>。キュン。<coughs> えが卒業するから公園行くとしたらミュゆしか見合っておらずあうしいやった <laughs> 応援してねいい V 字割る確かに <laughs> あんま横向きで置かないよね <coughs> ブ v の進化系は何が好きえっとねシャワーズかサンダースかなシャワーズ水色やし <laughs> 綺麗サンダースは可愛いな、なんか <laughs> 外こうえて眠りにつきそうどういうこと外におる スーツ配信でセクシー担当と思って <laughs> スーツってセクシーなイメージあるん <laughs> <coughs> はじめましてゆうやさんはじめまして <laughs> グレイシア一興なんだよななんで <laughs> なんでとか言ってもらえる 水色見つけたらみゆちゃん思い出す毎日 <laughs> 水色ほんまにかわいいんやけどブースターがかわいそうごめんブースターでもブースターもかわいいなんかその EV の素材をそのまま生かしたって感じするフォローしましたってありがとうねこれからも見てね この前すっとじいてごめんなさい全然いいですよ「<laughs> 隣のバナナ歌ってほしいえ」え恥, <laughs> 恥ずかしい「隣のバナナはあおすぎる」恥ずかしいジオンが「みゆちゃん出るから明日のしゃべくり見てください」って宣伝してたえめっちゃいい子じゃないですかうんじ じゃーん、えー、<laughs> 優しいね <laughs> 素材を生かしたとか料理みたいハ <laughs> かわいい何がかわいかったゆい <laughs> ちゃんの画面って素晴らしいえ全然もうそんなことないですよ <laughs> みんな今日の「ンバトル」の生配信見ましたか見たみえちゃんかわいすぎるよ A グループどんな感じ楽しいえっとね本当に情熱情熱 <laughs> 熱い熱い方が多くて考えがもうなんかすごい勉強になります本当に。 もうゆうみさんを筆頭に本当にもう考え方がすごい熱くてもうなんかかっこいいなって思います私もそんな人になりたいなと思ってもう本当にかっこいい考え方とかはい <laughs> 仕事で見てないあーお疲れ様 存在感出,さんとな出せるかな頑張るリーダーが全員意外やったね私も他のちグループさんのリーダー見てあ全然私が思ってた人とは違う人たちが来たなと思いましたみんなも一緒 <laughs> 熱く語るみーちゃんかっこいいみーは熱くか語ってないですよ <laughs> 和田ちゃんもゆうみさんみたいにキレる人になる <laughs> そんなでもゆうみさんそん,なそんなキレないですよ <laughs> 公演と生配信と投票どれに力入れるのそんなん全部ですよ全部 全部頑張る絶対負けたくない <coughs> YouTube 生配信見ながらミサチョスショールーム見てたミサチョスミサキか愛いい。<coughs> んんうんあ出た遭難ナンス推しのまなかちゃんだソーナンスの恵み持ってた <laughs> 研究生なのに年長さんそうなんですよー <laughs> 結局ミサチョス呼び続けるのえ、もう呼んでないです みさきって呼んでますよみんながみさちょすってなんか呼んでるけど笑いショーの配信に参加するよねえー、私どれがいいんやろうねどれがいいんだろうグループでも頑張れありがとう頑張りますあすかちゃんとみなんちゃんハートありがとう オしがニチームあるからね。どこ応援してるの今日のほっぺたの伸びはなんてんですかでも今日結構伸びるかもなんで <laughs> 晩御飯で離脱いたしますいっぱい食べてね ミサチョス呼び気に入ってるみたいえっほんまなんか気に入ってないみたいな一回聞いてもうそっから呼ぶのやめてあげようと思ったのに <laughs> 気に入ってるんだったらよかったです渋谷のポケセンのミュウー見たことあるリアルでめっちゃかっこいいよえ見たことないかっこいいね お話会ポケモン多いあーでも結構みぬいぐるみとか見せてくださる方多いです結婚してくれーイエーイ <laughs> <coughs> ユナが気に入ってるって配信で言ってたそうなん俺は A と E が好きお A 入ってる嬉しい安定の手持ちそう 安定の手持ち自分のピカチュウ頭し縛られてる <laughs> 縛られてたね <laughs> 研究者やからって遠慮せんとグイグイいくんやでありがとう頑張る お話し会で美羽ちゃんがあんまり詳しくない話題でも大丈夫いや全然大丈夫だよそんな気にしなくていいよ全然何でもついていきますねみんな <laughs> 今日の晩ご飯はコンビニ弁当ですかいや今日はあのスーパーちゃんと行こうと思ってます <laughs> はい昨日何食べたっけ 今時間確認した <laughs>。バレた。そう、時間確認したのバレた <laughs>。ライチってさん、こんばんは。<laughs> 初めまして、初見です。みやひーさん、こんばんは。<laughs> スーパー一人でいけるんですね。いけるよ。 お話会めっちゃ楽しいよ嬉しいいよ嬉フラッシュ暗算ンン得意やしあ <laughs> そうそう得意 <laughs> 酒井さんこんばんはマックドって食べますか食べます <laughs> スーパーって何するとこかちゃんとわかるわかりますよ <laughs> レオパージュ推しですやったーありがとう大チさん嬉しい頑張りますねおおどうした HP55 どうした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 みゆ <laughs> 結構ファンの方の特徴とか覚えるの得意あー得意かもなんかブログとかママめとかも返信してくれてたりしたら。 結構すぐ覚えた人とか多い「ワンパンマン」読んでほしいええー、面白いワンパンマンってハゲのやつ <laughs> あれねワンパンマンってあの人めっちゃ強いんですよねマジで <laughs> 今日のもバめに期待期待しててね初めてのお使いあ聞いてここないな 初めててのおいいしてたじゃないですかその時お話し会終わってその寝ちゃっててそれでなんか寝ながら夢見るじゃないですかでその時にそのテレビついててテレビつけたまま寝てて初めててのおいいがついてたんですよじゃあその夢の中でひなちょさんがめっちゃちっちゃいひなちょさんがその初めてのおつかいをする夢見てて起きたら。 初めての使いで、いでひなちゃんって子がしててめっちゃ夢に夢でインスパイアされてた <laughs> インスパイアっていう <laughs> すごくないめっちゃ可愛かったんですちっちゃいひなちょさんが <laughs> 話わかりました <laughs> <laughs> ブログコメントしてない人ねえしてよ <laughs> なんでなん自分ひなちゃん見てみたいトンボさんこんばんは。 そそうそう本人寝てるけど耳では聞いててなんかつながってるそうすごいよねでちょうどその初めての使いしてる子がひなちゃんやったからその「ひな」っていうのも入ってきて耳にかな「<laughs> だけぽんハートありがとう」うん <coughs> 影響されやすいのえほんまにな <laughs> ほんまにそれんん <coughs> <coughs> ぺっこさんこんばんはちょっとしたリンクやねねーもばめについて質問返信するときはみゆちゃんの文章消した方がいいうんそんなことないよ消さなくてもいいよ <coughs> みんなイブイになりたいと思ってるよね。ガン見してるね。<laughs> ねイブイちゃん可愛い,い。可愛 <coughs> いすぎません <coughs>？今日からブログにコメントします。やった待ってるねライチッチさん。みエは最初積んでねかと思った。えー どうですか <laughs> なんかイーブいいなかったらしょしょぼく見えるそんなことないいた <laughs> <近>ったちかなんで運動会でのではないのにハチマキしているんですかカチューザです <laughs> でもハチマキあるよ家に こんばんは最初の印象はクールな子かとうっそどこがマジでクールかけ離れてますよ私私あのクールな子クールな子って学生生活いたじゃないですかそういう子にめっちゃ話しかけてクールじゃなくならすの好きでした <laughs> 意味わかる <laughs> イイーブのチューは大丈夫なのか大丈夫 <laughs> <laughs> やっぱ変な子やって <laughs> <coughs> あゆうちゃんご飯終わったんかな 帰りハートありがとうそれはキャラつぶしでは <laughs> 違う <laughs> クールな人だから話しかけてえクールなそうなんやじゃあお話会来てて <laughs> <laughs> 学生時代のぶっ飛び話が多いえ <laughs> っぶっ飛んでないよ <laughs> 僕もメンバーのキャラ崩壊させるときあるえー、マジ <laughs> 来週の話話会何のコスプレするやて秘密お楽しみいや言おか <laughs> 秘密にする意味もあんまないよねお話し会もっと申し込めばよかったって後悔してるんで早く次来てほしいねえ1回だけじゃなかったしかもめっちゃ短かった ですよね <coughs> もっと申し込んでよもっといっぱいしゃべりましょうめっちゃんほんまにかわいすぎて見てるだけにヤニヤしてるええー、変態やんみゆ <laughs> <laughs> のブユューデンお話ができて <laughs> ブユューレンなんかないわマ <laughs> イクールキャラなので嘘や嘘つけクールちゃうぞ <laughs> すぐ完売するから申し込めなかったえー、すぐ完売してた <laughs> お韓国語で何か書いてるありがとうちょっとあの読めないんで後で翻訳しときますスクショして <laughs> ありがとね <laughs> なんて書いてるんだろう読める人いますか <laughs> 助けて17日お話かよろしくよろしく健一さんセクシーレッスン着でお願いしますおお見たい <laughs> てかセクシーちゃうわ <laughs> <laughs> レイナちゃんありがとううちでの小づち お話書いたら確実に好きになっちゃうねえねえ今誰が好きなんですか <laughs> めっちゃスクショするやん <laughs> バレてる聞こえてるスクショの <laughs> 翻訳あ翻訳してくれましたありがとうこんにちはって言ってたんかこんにちは <laughs> ルみみたいなな読み方へーそうなんや全然わかんないな <laughs> 僕わりかし話せてる方かもねえいっぱい喋ってるね最初の2文字は「みユらしいよおお名前呼んでくれてるありがとう世界一かわいいかっこ適当とおいこらミユ <laughs> <coughs> みちゃん全地フル どうかなったら、体力保つちかな。持つよ。持つ。みえ <laughs> ちゃんしか勝たんです。ありがとう。みかにゃん推しだけど、七期生の公演四回行きました。あ。みえも一緒。み <laughs> えもみかのさん、大好き。<laughs> え七期生公演4回も入ったんやすごっ <laughs> めっちゃ入ってる <laughs> スクショのとバカでくる <laughs> はずまあ知らんけど出た知らんけどそろそろ疲れてきたもう1時間経ったかな みえこんにちはって言ってたんやこんにちはーめっちゃ揺れだしたからみゆちゃんタイムはです。な <laughs> ああ面白い面白いうん五57分くらいそうなんや時間確認したら <laughs> もうすぐバレる「ポケモン」言えるかな言えますか言えるピカチュウ海流ヤドランニドランやっけ <laughs> だんこれ歌ったらあれですね訴えられますね <laughs> <coughs> みゆが7期で入ってこなかったら完全ム m b から離れたありがとうええそうほんまよかった <laughs> 今度公園にソーナースぬいぐるみ持っていくね <laughs> 分かった、見つけるね「みじゅまるくるみるだるまっか」では年代の違うかどういう意味 <laughs> もう何も理解できんかった山ちゃんお花ありがとう俺も入ってなかったら離れてたえー、誰が好きだったんですか今日メイク薄いめそうよく分かったねよくわかりましたね 最近気になり出してますやったーもっと好きになってもらいます <laughs> 今週の話会はクールを心がけます <laughs> 分かりました待ってますねこないだ反対側だからすすき見えなかったすすきって言うな <laughs> ススキじゃないって言ったでしょう <laughs> <coughs> すっぴんでもいいのにやーだ。あ,あゆうすけさんダルマありがとう。ポケモン言えるかなですね。二番目に押します。えー、誰かに負けた。<coughs> 七期生ショールーム初めて見たの見えちゃったのにいつの間にかピオラに <laughs> くっそ負けた優な毎日してるもんねえらいすごいなって思うほんまに <laughs> 23年間どんな恋愛をしてきましたかえっとね1歳の時にピカチュウと付き合いました <laughs> お話会でまたつられてたあーありがとう来てくれたんや嬉しいまた来週も来てねえっ <laughs> でピカチュウと別れたのピカチュウの束縛が激しかったんですよ <laughs> Now. あ一1時間経ったということですかあジオンの配信終わったから来あジオン配信してたんや <laughs> えラオウさん1時間経ったってことですかでも来週来週終わっちゃったらもうお話会当分ないってことですよね やつらい死ぬ生きていけへん <laughs> まだ5分だよって <laughs> 時間経つの遅い1時間は寂しいぽよんぽよ <laughs> まだ2分嘘つけ <laughs> どんなんや<笑><笑>嘘そくさい言い方って嘘じゃない <laughs> みんな可愛いね明日のしゃべくれを楽しみ楽しみにしててね見てね <laughs> KQJ さん可愛いうんやったー嬉しい今来たとこですか えっコメント止まったうん、えー、<laughs> やったうん <coughs> まあ明日しゃべくり見るわ見てね5,000人いったすごいね全然すごくないうんみんみんさんが「はい」っはい」「爆豪と等々力に告白されたらどっちと付き合いますか?」「絶対等々力君です」<laughs> かっちゃんとかもう尻に敷かれそう <laughs> 早く終わろうって終 <laughs> わってほしいんかえっ、ー、悲しい見るぴょルさんかわいいありがとうあのきちょっと最後に話話させてくださいあのなんか私のグッズで あのなんか押したらコール入ってるやつあるじゃないですかわかりますあのなんか押したらみゆの声でコールでしゃべるやつあれなんて言うんですかあれよねそうそうそうあれで、ね、あれをあれって <laughs> あれをお話し会でなんか鳴らされるんですけど結構 <laughs> あれねあのー。 そのボ携帯の iPhone のボイスメモを取ってマネージャーさんに送るんですよあれ <laughs> それであのい私なんかパンミックスってわかりますかなんかパン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 ポケモンパンみたいなコールがあるんですよあれよねなんか山崎パンみたいなやつっていうパンミックスっていうコールがあってあの <laughs> それを <laughs> あの <laughs> ボイスメモにとってポケモンパンって入ってるからポケモン好きやからそのパン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 ポケモンパンフレッシュブレッドなんとかパンみたいな松たか子そう松たか子松たか子みたいなあれをあれをボイスメモにとって送ったらそのマネージャーさんにいやいや飲み会かみたいな言われてキャンセルだったんですっていうお話だからあんななんか 変な俺のみゆちゃんみたいなしなんか変な変なやつだけになっちゃったんですでも飲み会のコールかって言われてええー、<laughs> 違うのに <laughs> そうであとその ポケモンパンとか松たか子とか山崎パンとかいろいろあの許可取らなあかんからみたいな <laughs> 言われて <laughs> ええ<ー笑>っていうお話でした <laughs> そうなんですよっていう裏話でした聞いてくれてありがとう <laughs> では飲み会でこんなコールしないですよ <laughs> ああコードさん最後に「クマありがとうね」<laughs> では最後にランキングを読みたいと思います <laughs> そうマネージャーさん「わらわら」ってついてたんで笑ってくれてたと思います <laughs> では13位 ゆうすけさん、ありがとうございます。じゅうに、山ちゃんさん、ありがとうございます。じゅうい元気くん。元気くん、ありがとうございます。じゅうい、かずゆき、けいけいさん。ありがとうございます。き位うい、ゆうちゃん、ゆうちゃん、ありがとう。は位なんちゃん、ああ、今日片手だから、なんちゃんポーズできないの。ごめんね、ありがとう。 7位トマト大好きユーザーさんもありがとうございます6位タケポンありがとねー5位キマティさんぴょんありがとうございます四位あすかちゃんああありがとう三3位あやちゃんありがとうございますそして二位チありがとうええそして第1位 ぐまさん本当にありがとうございますよしやめたよちかぽいは絶対釣つられてると思ういやでですか <laughs> はいっしょっしょっしょみんなありがとうこんな時間ですが見てくださっていっぱいご飯食べてねはいはい パチパチ <laughs> あみお姉ちゃんおやすみおやすみうんスクショタイム早く終わろうってどんだけ終わっしんやバイバイ <laughs> あ間違えたありがとうバイバイ あれ、止まり方多分から。あ、わかった。バイバーイ。